ただいまから平成20年中原の地域ラスト交流メッセを開催いたします。吉木雅夫さん、そして柳田久子さんであります。そして民族学の町福崎町であります。そして味ではもち麦麺の町福崎町として頑張っているわけでございます。西番各地からおいでくださいました皆様方に心からご歓迎を申し上げます。小学校のみんなまでいろんな場面で今日その活動を発表してもらいます。そしてその場で皆さんいろんなところで声を掛け合い、お互いの活動を褒めていただき、また相手の活動を感心していただき、元気だな、明日から頑張ろう、そういうつもりでまた活動を来年再来年に続けていただければ幸いでございます。小松茂樹さん、あなたは自治と連帯の精神に基づく明るく住みよい地域社会づくりを尽くされました。その功績を称え、県民を代表してここに表彰します。平成25年9月14日、兵庫県知事、井戸都市長、どうもおめでとうございます。楽しかったです。